こちらが十三桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。キキキキキキキ、ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前はにぎわってたそうだが。奴ら決して許せねえ。私はどうなってもいい。この子だけは見逃しておくれ。美濃の不穏、この山奥にまで及ぶとは。Huh.
早く皆に知らせねえと。
やるな。
あの鍛冶屋の娘、どこに行きやがった？探し出せ！ここへ？私は塗料、立派な刀鍛冶になりたくてここにいるの。だけど師匠とはぐれちゃって。
け火事場、一体何が。
て。
と。